もうかれこれ10分以上外で子供の泣き声がしますね。まずアリの第一タウンハイツの中で、赤ん坊ぐらいの子供の泣き声、でそいつらを使って、金稼ぎをしようとしていた人間が存在すると。子供がすごい泣いてるでしょ。それが春山整骨院などの実態。普通それだけ子供が泣いていたら自分の家帰る。子供が嫌がってるから。児童虐待のところにでも電話したろか。やっぱり撮影必要やぞ。撮影ダメだって言った警察官どこにおんねん。男や。もう10分以上や。そこまでして嫌がらせするかっていうところや。テレビ局関係者や。子供があれだけ泣いてるっていうことはその子供の将来も実際大変なことになる。春山整骨院のそばから離れることやな。あとはテレビ局と。証拠。普通ずっと同じ場所に留まったりせん。証拠さえだダメなって言ってた警察官、絶対悪党が真面目に生きていく気ない。裁判所の裁判官が言ったんだったらこの映像見たらわかる。そいつらが違法側や。それで裁判官の中にもおかしな人間混ざっと。髪の毛染めてる人間一回見たことある。女でや。女性でな。裁判官として不適格。海洋基本を守れないやつが何を裁判官しとんねん。どれだけ癒着が激しい世界作っとんねん。そこを下ろさなあかん。親子取り上げて。本当は書記官にもなったらあかんから。髪の毛染めてる人間、真面目に仕事しませんよっていうのがもう頭で髪の毛に現れと。これは本当の話や。
で、今日僕、いろいろ事情があって、昼ご飯まだ食べてません。時刻も21時2分。で、この環境下で、20時30分ぐらいから赤ん坊の泣き声をずっと聞かしてきてる。すごい鳴き声でしょ。ヘッドホンつけて聞いたらよくわかりますよ。あれは整骨院に潜んでた連中の声がしっかりと集音できてる。さっきちょっと前に出てきた奴らの女の声が聞こえてたとは思います。集音できていたと。
外から意図的に手を叩いてきての、挑発行為、迷惑防止条例違反でもある。男一名違法が OK などと言ってるけども、本当に違法が、昔そういう風な形ずっと挑発行為を行ってきて、そいつらは大人になってる、そういう行動をずっとしていた連中で、そいつらの金回りとか本当に調べなあかん、そいつらのことやな。もう来んなよ、ここよく歩くなよ、有野第一探偵室の横、2024年6月の14日、これ以上人の邪魔すんな。お前らのしてることは被災地の人たちへの迷惑にもつながる。結果的にはそういうことや。調子乗った。大したことない年齢のやつらが平気で敬語なしで喧嘩打ってきよ。女二人連れてる時点で、どうせ良くない側や。で、楽天、せっかく満塁の場面まで物事進んだんですけども、もう邪魔されてる。耐えるルールなんかいらない。警察官が違法者、撮影者はダメだって言い始めた奴ら、全員裁判所に出頭や。あと裁判官もや。淡井圭介の場合は、事情が特別すぎる。あとロッテの方も同点のままですね。まあだいぶ前から20時30分の頃には同点にはなってたんですけどね。で、次に、喧嘩を打ってきた人間、人の家の前でタームウロ、もう今日も話についてる、警察官も本当は知ってる、義務教育で決着ついてること、で声からして、老人この辺で散々淡井圭介に喧嘩打って、警察官がほったらかしにしてるから、こういうふうな状況が出来上がってる。職務を全うしてるとは程遠い。あと裁判官も、一裁判所の判例で全ての人間当てはまるとは限らない。なぜあいつらは外を歩いて嫌がらせをしたいかって言ったら、昼ご飯を食べてないっていうのを分かっていながら
家の中覗いたりしてるから、喋ってる内容とか音声拾ってるから、それワールドビジネスサテライトの相打ち言うか、が今日、今日じゃない、数日前の家の中で喋ってる内容を言っていた。っていうことは、昼ご飯食べてない人間、今どんな状態かわかりますよね。長引かせて困らせよ。特に楽天とロッテが勝たなきゃならない場面。阪神タイガースは負けてる。ソフトバンクもここまで行くとわがまま。みずほ、ペイペイ。ペイペイは何百億円も赤字出してる。もともと CM 見とったらわかる。鬱陶しい動き方しとうかな。なんとか大輔っていう人間が。あの男もここの、アリの第一タウンハイツに潜んでいた方や。駐車場。楽天のピッチャーの方にコントロールを中心に淡井圭介の頭の中を渡しいたします。言葉の意味通り固定。これ言った限りコンピューターはそういうように作動しなきゃならない。今頭の中は言ってませんね。こちらの同志の人、ああいうふうにテレビに出ていたフェイク側の人間がその辺歩き回っただけで世の中めちゃくちゃになる。ああ、同じ人間やさき、男と、女2名外から喧嘩売ってくるようなこと言ってた。同じ人間や。昔からこの辺の連中は組んでいらんことしてきよね。でその中にエロ業界の人間混ざっと結構かなりや。アダルトビデオに出たやつなんか何回も見かけた。淡井圭介が話す言葉も頭の中も喋る言葉も心の声も使用します。世界のルールは法律。12球団淡井圭介にお金を払っていない。さっき言いました、楽天が勝たなければならないって。ロッテと
どうしても先ほど、迷惑防止条例違反してきた連中を思い出します。だからそいつらは思い出した瞬間繋がってるから足引っ張ってるって言ってるんですよ。だからこれで怒るなっていう方は無理。いずれの問題。で、多分あいつらは本当に怒られた方がいい。じゃないとその悪い癖治らへんから。で、あいつらのお金の流れっていうのは本当に調べた方がいい。で、一点入れられてる。物事が逆や。な、警察官が撮影したらあかんって言っただけで、全部物事逆にできんねん。それが東京が中央からお金もらってる人間の性質や。覚えろ、本当に全員。民間人の方が上や。東京都や、国会のあるところや、首都や。全部本当の話や。第二次世界大戦、第一次世界大戦、資源の奪い合い。特攻させたのは国家公務員と公務員や。20歳前後の人間に。で、その話をしたからといって、広島が今勝っていい状況じゃない。東北の人たちだってさせられと。なあ、他国の首脳を広島に呼んで、何か良いことしたかん形に見せかけて、エネルギーの残存量問題、何にも取り込んでないや。広島が何か取り組んだったんだ、だったらそれ、開示して、淡い圭介とどちらがたくさん取り組んでるかの勝負や。淡い圭介がここは勝たなきゃなんないって言ってるところいちいち阻害するな。全部挑発行為や。警察官が混ざってし、プロ野球選手とかしと。ヘッドホンつけたらわかる。正解なのと外から大きな声言ってた連中。まだ来よ。お前らも複数でここ歩くなよ。声聞こえとうやろ。しっかりと動画でアップロードしてるから、お前らがどれだけ足引っ張ってるかよくわかる。こっちに向かって明らかにもの言ってきてる。挑発行為。民法。第何条とかいらない。裁判所の裁判官の仮執行の判決の書類がそうなってるんだから、法律名なんか書いてない。迷惑防止条例違反。子供の頃から家族丸ごとで歩き回って迷惑かけたろうって、この辺で稼いでふざけんなよ。お前らみたいな人間いらんわ。遠征組混ざってるんとちゃうか。全員証拠押さえとかなあかん。なあ、警察官の中にも違法がある人間混ざり込みすぎんやねん。あれも整骨院で組んでしまった人間な。警察官として全員終わりや。こんな状況どっから警察官作り直したらええか分からへんわ、システム。違法行為してる連中は声で繋がってくるからだよ。あとは車のドアも同じや。それで繋がってきよう。
全員覚えといた方がいい。だから昔から人の家の前に田んぼの人は何だかとかいろんなこと判例が出てるんだよ、分かってる人たちの間で。なあ、もうそんなことも分からんの、警察官になった気になって敬語なし淡井圭介に喋るのやめとけ。全員や警察官、そこから失敗しと。今までの状況を考えたら政府の人間の方が悪党や、平民の方が本当は上や。法律通りならな、天皇側とか言い始めたら連中おるやろ。天皇陛下の成人様が淡井圭介と共に歩むっていうことを明言されてる国会で、で法律側だって言ってる。天皇側っていう名前を名乗り始めて何でも身勝手なことをし始める人間がこの世の中たくさん存在するからや。なあ、警察官のその身勝手な一言で淡井圭介が落ち込んでる内容とか撮影しそうになったやろ。もう警察官本当に身勝手なこと言うな。自分たちが悪いことをしてきたこと早く認めろ。全員や。それが遅れれば遅れるほどエネルギーの残存量問題の対処は遅れる。もう今さらジタバタすんな、みっともない。兵庫県警とか誰や、神戸市議会議員か混ざってるの知ってる。もういろんな証拠あげと。ホームページの淡井圭介の履歴の一番しっかり読んだらわかる。どれだけ仕事回して票を集めて高い給料を得とったか。全員三振といないや、永遠にその親族は。それせんかったら無理や。責任問題で議員さすといたい。ずっと生活保護、それでも手元に結構残る。生活保護の表自体が議員に有利なように作られてある。なんか車の生産止めなかったら無理だっていう話になってる。だけど確定的な話が出てこない、車の生産に関して。